巻き方と猫背を改善して綺麗な上半身を作っていきましょう。はじめは頭の後ろに軽く手を添えて準備します。吸う息で胸を開いて、吐く息で軽く背中を丸めていきましょう。無理に頭を押し付けないように軽く手は添えてください。マイペースに行っていきます。さあ次は手を前に伸ばして手首を動かしていきましょう。腕の位置は変えずに手首だけ回していきます。余裕がある方は手のひらも広げていきましょう。さあ次は肘を軽く体側にくっつけて準備していきましょう。鎖骨を後ろに引くようにして肘から下を横に開いていきましょう。この時に腰が反らないように背筋は伸ばしながら、お腹には軽く力が入った状態で動かしていきましょう。さあ次はその動作を小刻みに動かしていきます。胸を開いた状態で小さく動かしていきましょう。肩甲骨は無理に寄せすぎないように、鎖骨を後ろに引くようにして胸の前をしっかりと開いて、少し後頭部は引き上げながら行いましょう。次は手のひらは外から外へ、肩を前から後ろへ、軽く肩を前に、吸う息で胸を開いて、吐く息で丸めて、この動作を繰り返していきましょう。呼吸に合わせてゆったりと続けていきます。さあ次はその胸を開いた状態で小刻みに動かしていきましょう。手のひらをしっかりと外に向けたまま腕を後ろへ動かしていきます。この時に胸をしっかりと開いて腕を動かすようにしてみてください。吸う息で腕を持ち上げて、吐きながら下ろしていきましょう。さあ次は手のひらを外に向けてから肘を後ろへ引っ張っていきます。肘をぐっと後ろに引いて胸を張っていきましょう。吸う息で鎖骨を後ろへ引くように、お腹にはしっかりと力が入っています。さあ次は軽く顎に指を添えて後頭部を引き上げるようにしていきましょう。しっかりと顎を引いて首の後ろを長くして軽くキープしましょう。
この動作を繰り返していきます。胸が開いていくと顔の位置が前になってしまうことが多いので、しっかりと頭の位置を元の位置に戻していきましょう。さあ、次は上体を斜め前に倒して手のひらを外から外へ向けていきましょう。この時も腕だけの動きにならないように、しっかりと胸の前を開きながら無理のないところで動かしてください。この動作は巻き方改善だけではなく姿勢改善、背中や二の腕もキュッと引き締まっていきます。さあ、あと少しです。次は手を上から下へ、肘を背中側で寄せていきましょう。しっかりと胸を開いた状態で行っていきます。肘を背中側で寄せた時は胸の前をしっかりと開いて、少し後頭部を何か押すような意識で顎を引きながら行っていきましょう。さあ、次は手を前から後ろへ、余分な力を抜いて脱力していきましょう。少し肩を回すようにして前から後ろへ、この時に手のひらが外に来るようにしてみてください。呼吸に合わせて息を吐いて丸めて、吸って胸を開いて、余分な力は抜いていきます。最後はストレッチをしていきましょう。手のひらを組んで準備していきます。手のひらを正面に押し出していきましょう。大きく肩甲骨を開き、手のひらもストレッチしていきます。吸って吐きながら背中を丸めて、吸う息で戻し、吐きながらまた背中を丸めます。さあ、最後は左右に揺れて大きく上に伸びて、息を吸って